にちは、トルスカントリーです。今日はこのスカイリッチさんのバッテリーについてちょっとやっていきます。うちにはね、このセローと向こう側に TW という2台のバイクがあるんですが、今ね、2台ともバイクのバッテリー外しております。このマキシマというブランドのジェルバッテリー、これを2021年の7月ですね、まあ3年ちょっと前に買って、これを TW につけておりました。もうでっかいですね、これが2年経ったぐらいからね、能力が落ちてきまして、まあどうしたものかなと。やっぱりこういうバッテリーは良くなかったのかなということで、こちらがねスカイリッチ、4年間セローで使っておりました。電圧とか問題がなかったので、この古い方のスカイリッチを TW に乗せて、今回買ったねこのリニューアルされたスカイリッチさんのバッテリーをセローの方に積んでいきたいと思います。で、この2つの違いをちょっと今日はどう違うのかということで解説していきます。箱を開けるとね、ご説明書があって、本体ですね、本体で、中にこのように見えるかな、下に取り付けるアダプターとですね、で、この端子のボルトナット、これが入っております。私知らなかったのですけどね、これスカイリッチさんいつの間にか大きく変わってるんですね。型番がですね、これ見てわかるかな、見えるかな、 HJTZ7SFP-SWI というふうになっていて、こっちがいつの間にかリニューアルしていて型番が変わっております。頭は一緒なんですけどね、 7S-FP となっております。このね、外箱も、前はブリスターパックっていうんですか、よくある透明のピチってなったやつですね。なんか歯ブラシの入れ物を入れイメージしていただければいいんですけども、ああいうブリスターパックだったんですけども、今回こうやってきちっと箱になっております。で、何が一番変わったのかと、今回こちらね、いつの間にかリン酸鉄に変わっております。リン酸鉄リチウムイオンに変わっております。こっちはね、この前のやつは多分リン酸鉄ではなかったんだと思いますけどね。で、なぜかこの先ほどのですね FP-SWI、 この品番もこっちの 7S-FP ですね、こちらの品番も両方とも現在ね Amazon さんで見る限りでは両方ともありますので、こちらのHJTZ7S-FP っていうのを買うと、こちらはリン酸鉄なので、もし買われる場合間違わないようにしてください。じゃあね、ちょっと電圧を測っていきます。こちらが4年間セローに使っていたスカイリッチのバッテリーですね。これ表示が見えるかな、まあまだまだ全然元気で動いております。よっ、見える？ 13.16 ですね、電圧が。で、次こっち新バッテリー、うん、13.18 ですね。
で、もちろんインジケーターもこのようになっております。まあね、このリン酸鉄に変わったということで、非常に安全に、これからは安心できると思います。これね、後ろのラベルは同じですね。同じようになってます。全く同じものだと思います。書いてある文言は全く同じです。表面ですね、こちらは特に何もないんですけども、こっちですね、こちらですね、これですね、ここリフェ PO4 とっていうんかな、なんて呼ぶのか分かりませんけども、リフェ、ここの表示がですね、リン酸鉄の証です。最大表示 2000g までなので、ちょっとこの TW についていた純正サイズですね、これが測れるか、ああダメですね、思いっきり容量オーバーしてしまってますので。セロの純正がね 2037g ということで、あ、この測りでもあかんのか。4年前の動画でね、2037g ということだったので、じゃあこの旧型のスカイリッチ測っていきます。 519g、4年前にね 520g と私が言ってますので、まあ 1g ですね、まあ誤差の範囲じゃないんでしょうか。そんなに大きく変わってるってわけではありません。次こっちですね、新型リン酸鉄の方ですね、こちらを測っていきます。 503g ですね、あれ 519g、 リン酸鉄の方がさらに軽くなってますね、 17g ほど、 16g ほどね、軽くなっております。保証書はないんかな、保証書はないですね、うん、で説明書とこのスペーサーとですね、端子を止めるものですね、こちらが前回同様に入っております。このシートはね、ディービーズさんの 20mm ローダウン、ゲルタイプですね。このシートに変えていて、シート止めるネジね、この長ネジに変えてます。次ね、この古いタイプのスカイリッチバッテリーを TW につけます。
はい、今取り付けが終わりましてね、このぐらいの今電圧テスターで出ておりますが、5000回転で 14V、 このようにですね、ちゃんと出るかどうかっていうのを一応測っておきます。だいたい 14V 出てるんでいいんじゃないでしょうか。じゃあ次、あ、セロはもう元に戻してしもうたんか。そうか、セロはもう組んでしもうたんだ。失敗やったな。セロの方もね、こうやってサービスマニュアル見て、4年前ですね、5000回転で何ボルトっていうのを、まあ TW もこれ今日見れば同じだったんですけどね、5000回転で14ボルト出ていれば大丈夫ですよっていうのを、4年前のね、初めてスカイリッチの、先ほどまでつけていたこの新しいやつの前につけていたスカイリッチのバッテリーの動画っていうのをやっておりますので、その動画の中でね、セローの5000回転14ボルトっていうのが出てるっていう動画もやってますんで、よければまあそちらの方も見ていただければいいかなと思います。で、その充電電圧をですね、測った上で、このスカイリッチのリチウムバッテリーですね、あ、ここですね、見えるかな、車両充電圧が 13.5V 以下、14.8V 以上の車両では使用できませんというふうにこちらに書いてありますので、この範囲でないと使えないということですね。はい、ということでね、今日はね、スカイリッチバッテリー、いつの間にかリン酸鉄リチウムにリニューアルしていたという件と、4年前に買っていた以前のリン酸鉄ではないと思われるバージョンのね、バッテリーを4年間使用していて何も問題がなかったので、あ、一度の補充電もしてません。もう走行充電のみ、このセローのね、走行充電のみで4年間使ってきて何の異常もなかったので、この4年間使ったやつを今回はあちらの TW に乗せて、このセローにはですね、このリン酸鉄ですね、このマークのリン酸鉄のスカイリッチさんのリチウムイオンバッテリーを乗せてみたということでした。動画の編集していてね、ちょっと気になったのですが、セローにスカイリッチのリン酸鉄を新しく取り付けるという動画なのに、5000回転 14V 出ているという動画がないというのはやっぱりなんかおかしいなと思いまして、追加でちょっと撮影してます。前回取り付けてからね、70キロほど走ったのですが、 Q タイプ同様にね、問題なく使えております。それでは早速エンジンをかけてみます。今の電圧このぐらいですね。今ちょっと暖気をしましてね、じゃあやっていきます。5000回転 14V 出ているかどうかということをちょっとやっていきます。
ちらのセロのサービスマニュアルでね、ここですね、充電システム AC マグネットですね、 14V 5000回転の時 14V と、まあ充電アンペアとかは測ってないんですけどね、このように5000回転 14V と出ていると正常ということで書いてありますので OK です。ここで補足をしておきます。このスカイリッチバッテリー、近年ですね、 KTM、 ドカティ、トライアンフ、アプリリア、川崎ハスクバーナなど純正採用されていますので信頼性があるのですが、先ほど申し上げたようにですね、リン酸鉄ではなく三元系と思われる以前のタイプもまだ売っていますので、市場にですね、今後買われる方はリン酸鉄のこのタイプですね、このマークのあるタイプの方を選ぶようにしてください。三元系とリン酸鉄では安全性が大きく違いますので、今からわざわざね、三元系を選ぶ理由っていうのはまあないと思いますので注意してください。動画内で前のタイプが三元系と思われると言っているのは、前のタイプは何の表示もなく、スカイリッチのホームページを見てもいつからこのリン酸鉄に変わりましたとか、前のやつは何系のリチウムですよという記載もないので、三元系と思われるといった表記がありますが、ご了承願います。まあ三元系ではなく、リチウムもね、いっぱい種類がありますので、何系何系っていうのが、ちょっとそれの何かっていうのは分かりませんが、今回のこのタイプはね、ここにマークのあるように明らかにリン酸鉄っていうことが言えると思いますので、このタイプを選ぶようにしてください。あと注意点がありましてね、リチウムバッテリーは以前からあるこういったシールドバッテリー用の普通の充電器ですね、こういったものは使えないものもあり、この充電器にもついてるんですけどね、このパルス充電、こういった機能は使えませんので注意してください。リン酸鉄バッテリーもね、かなり普及してきて、 DRC さんのタフスターとかね、まあいろいろ最近リン酸鉄も出回っておりますので、別に何もスカイリッチがいいよって言ってるのじゃなく、私が最初にスカイリッチをつけて、前のタイプが4年間問題がなかったので、今回もスカイリッチさんのリン酸鉄バッテリーに載せてみたということでした。今回の動画は以上です。ありがとうございました。